速稼塾の久保です。ライブ放送終わってちょっとねシャワー浴びてきてね戻ってきました。先ほどね、野崎さんという方かな、あといろいろとこう私にお話しくださってたのにちょっと返信ができなくてすいません。まあ要するに何点か言いたいことがあったと思うんですけども、リアルタイムに返信できなかったんでちょっと追加でね、これ皆さんにも多分役に立つことだと思いますんでお話しします。まずですね、例のやつに参加するときに私がね絶対大丈夫っていうふうに言ったんだよっていうふうに主張されてます。で、私はこういったネットワークビジネスの達人なんで絶対って言葉で誘うと法的にかなりね危ない目に遭うのと、絶対って言った責任があるんでこの絶対って言葉は使いません。むしろ絶対って言ったものには危ないよと、信じるなよっていうことをずっと言ってたと思います。で、仮に絶対だと私が言っても契約書を書く段階で絶対って書いてたのどうか、要するに契約する人と例のやつの会社との関係ですから、会社の社員でもない人が絶対だよって言ったものが、じゃあね、どんなね信用を持つのかってことなんですよ。要するに皆さんも契約書を書くときに誰が何を言っても契約書に書いてあることが全てなんで、それに納得してサインをしたかどうかってことですよね。だからそこはね、皆さんが紹介者になるときも誰かから何かを紹介されたときも誰が何と言おうとも書面制度なんだよってことをよく理解しながらやっていただきたいかなというところでございますね。それからですね、速稼塾の更新情報が届いてないからサービスはちょっとどうなんだっていうね考えもありましたけども、更新情報が届いているかいないかっていうのはこちらからは分かりませんけども、今夜のライブに来たってことは更新情報届いてるってことだというねことなんですよ。これちょっとさっき言おうと思ったんだけども、あんまり野崎さんにね恥をかかしてもいけないんでちょっと言いませんでした。このライブ放送に来てるってことは更新情報言ってるじゃないですかみたいな話なんですよね。だからね、結構ね、賢いクレームだったらいいんですけども、でも野崎さんから感じたことが全てだと思いますんで、私は野崎さんの考えを全く否定しないし、お前は嘘を言ってるぞ、こういうふうに論破できるぞっていうふうに、組み立っていくつもりはありません。まあでも皆さんこれからいろんなトラブルにね、巻き込まれた時に、こう考えたら、どういうことなのか分かりますよっていうのでね、ちょっとヒントにしていただければと思いますね。あとね、すごくね、私がね、これは勉強になるなと思ったのが、勝ち逃げ親父っていうヤジが誰かから上がってたと思うんですよ。勝ち逃げ親父ね、皆さんね、勝ってる間にやめないとダメですよ。どんなことでも勝ってる間にやめてくださいね。だから勝ち逃げを目指してくださいね。で、負けるまで待ってちゃダメですよ。負け越して退場みたいな浮き目に当てたわけじゃないですか、だから勝ってやめてください。皆さん勝ち逃げだけしか狙っちゃダメです。勝ち逃げ親父っていうのはね、すごくね、ためになる言葉です。これはね、ここ最近のビッグキーワードですよ。勝ち逃げ親父、勝ち逃げしないとダメですよ、ね、皆さん異論あります？これすごい正しいこと言われてました。これ誰が言ったのか分かりませんけども、ちょっとこれ名言ですよ。勝ち逃げ親父っていうふうに私に言ってくださったってことは、私はビジネスで成功した、何かで成功したってことなんですよ。そういう評価を受けてるんですよ。負け逃げてる人ってのは、要するにバブルで一時期は儲かったけどもボーンとなっちゃってね、あの頃は良かったのにっていう人ね、なんか散々見てきてるでしょ。だから一時期良くても今がどうなんだってことなんですよ。今日勝ち逃げとかなくちゃダメですからね。これものすごくいい言葉なんで、皆さんもね、心に留めておいていただきたいと思います。それでは遅くまでありがとうございました。勝ち逃げ親父を目指してくださいね。絶対勝ち逃げてくださいね。